はい、えー、お疲れ様でございます。コインゲッコの時間ですけども、時価総額、だいぶ370兆円に盛り返してきました。まあ、370兆円に入っても、まだ私の見立てだとね、えー、全然、ベタベタなんですけどもね。えー、私が考えてるのは、上は430兆円、真ん中が400兆円、安くても370兆円は維持してほしいなってところなんで、まあ、かなり今回ね、ゴックス事件で割れたかなってところですね。まあ、けど、 新しい資金の流入もあったんで今持ち直してるところではなかろうかと思いますで今回ね i c o ってのがいまだにあるそうですよね第2のビットコイン第3の体のエイダーになるんだみたいなことをね言われるそのセールスマンの方もいらっしゃいますけどもいやー基本的にないでしょうと思うんですよあのこのコインゲッコだけでももうすでに1万5000近くの暗号通貨が上場してるわけですよね、まあ、そうなるともうほぼね出尽くしてるわけですよ えー、例えばねあの、履歴の残らない新しい、えー、トークンとか新しい ICO 新規のアルトコインっていうのがあ,のあるとかね出るとか言われてますけどすでにありますからね、そういうコインはね、何種類かそこにこれから新規のコインが出てきてさあ、どうなるんだろうかっていうバランスも考えなくてはいけないのかなと思います、まあ、ですんでね、新しい ICO が起き,起きたときに多くの方は ICO の特徴とかを聞かれると思います。例えば 上場したらどんな利便性が実需が私たちにあるのかなってところなんですけども、大抵はすでにねそういう似たようなコインが出てるんですよ、だから、後追いコインなんですよね、まあ、ですんであので、あんまり強く期待しない方がいいのかなとは思います、であとはね、値上がりする可能性があるっていうのは、ね、確かにそうなんですけども、じゃあその可能性はどういうふうに説明してもらえるんですかっていうふうに聞くと、途端に多くの方は答えられません。 でですんでね可能性、可能性っていうんだったら可能性の根拠を3点ほど指し示してくださいっていう風な聞き方をしてその3点がすらっと答えられたら、まあ、話を聞いてもいいかなっていうところなんですよでも大抵はどういう風になるかっていうとその暗号通貨を進めた人がねいやよくわかんないから詳しい人に聞いてみようかっていう風になるんですよいやお前お前が理解してないものを人に進めるないって感じですよねもちろん契約書なり何なりりがあれば この契約書を読んでみてよでいいんですけどもただ実際にどんな特徴があるのかそしてその特徴にはどんな根拠とかそれからロードマップがあるのかってことが誰もわかんないままね可能性可能性っていうのはちょっと危ないかなと思いますで今中央ちょっと上寄りに書いてるのがの ICU の仕組みなんですけどもこの大手ランキングサイトっていうのはまあ例えばコインゲッコみたいなところですねコインマーケットキャップとかでここに紹介されようとしている取引所と アルトコインっていうのが、ね、あるわけなんですけども、世の中にある取引所のすべてが、ね、大手ランキングサイトにとこう紹介されてるわけでもなければ、アルトコインも紹介されてるわけではありません、つまり、ここに1万4893ってありますけどもあの、別にね、世の中にあるアルトコインをことごとく紹介してるわけじゃなくて、ほとんどのコインが、ね、紹介するに値しないということで、弾かれてるんですよ。で、取引所も同じです。 取引所っていうのもやっぱコインゲッコみたいな大手ランキングサイトが取り扱うときにね、まあ、保証まではしないんですけどもやっぱ信頼を損なわないようなところを紹介したいわけですよで中にはねアルトコインを取引所に入れておいたら取引所モルトも消えてしまったみたいなこともあるわけですよつまりインチキ取引所ってあるんですよねあとは取引所としてはまっとうに機能してるんだけどもあ,あまりにもねユーザーが少ないから交換したいときに 板がね、全然動いてない。つまり交換できないっていうところ。実質使えないじゃないですか、そういうところは。だからね、取引所を見分ける力も私たちは持っておかなければならないんですよ。さあ、それで全体的な ICO の話をすると、トークンってものはね、いつでもどこでもあ、誰でも作れます。ですんで、今日も作られてます。数十とか数百のものが作られてます。ただし、ICO に至るもの、つまりトークンがアルトコインという形を持ってね、取引所に 上場して、それを大手ランキングサイトに扱うみたいな流れっていうのはほとんど起きないんですよ。で、こちらの方のね、コインっていうところを見ていただければわかります。取引所って見ていただければわかるんですけど、毎日これ見てください。1日にね、世界中で2つとか3つぐらいしか取り上げられないんですよ。で、その2つとか3つが上場を果たして、取引所をね、このコイン結構に紹介してもらっているのに、毎日ね、その ICO の話なんてほとんどの人にの全然伝わらないんですよね。 で、よくわけのわかんない、これはすごいぞっていうコインがなぜかね、YouTube 中心に流行ったりするというね、そのバランスを考えると、何を信頼した方がいいのかなっていうふうに、まあ、思い当たることがあるんじゃないかなと思います。はい。あの、ICO ってね、次に来たかじゃないんですよ。毎日起きてるんですよ。だから珍しくもなんともないんですよね。で、むしろ、あの私たちの知らない間に上場してるコインをなんで知らないままにしていたんですかっていうところがね、あのちょっと痛いところじゃないかなと思います。たまにね、あの、 凄まじく値上がりするコイン私の方でも紹介してそれによって利益の恩恵を受ける方はいると思いますけどもやっぱそういうところを見とかなくちゃいけないんですよこういうところねとりあえずは暗号通貨で一山当てようと思ったらコインゲッコの読み方ぐらいはマスターしなければうんとてもじゃないけどそれよりも難しい判断材料を伴うの ICO に参加することっていうのは結構危険なんじゃないかなと思いますけどもねまあもちろん 自由に参加する分には私全然止めるつもりはありません。あの私があの推奨してるわけでも何でもないんでね。えー、ただ、これはちょっとノット効果みたいなコインが見つかったら私の方からもね、<laughs> えちょっと情報共有はさせてもらいます。あくまでも投資するかどうかを決めるのは、えーまあなたですということですよね。はい、じゃあ今回はこんなところで。